栗蒸しようは、和菓子の一種で、栗の甘露煮が入った蒸しよう小豆のこしあんに小麦粉、くず粉、または片栗粉、砂糖、水などを混ぜ合わせたものに栗を加え、型に流し入れて蒸したものである。千葉県成田市の成田山人道発祥。1919年に、米文の初代である、諸岡津根口により、米屋本店から独立して創業された。 常吉が他の店にないものを作ろうと、成田さんの精進料理の一つであった無し缶に栗を入れた栗無し缶を考案した。成田山人道では、米軍が最初に栗無し缶を作り始めた。皇室の御用、成田山お用だしとして使われるようになった。成田山新生寺の精進料理、立公は栗無し缶の原型とも言われている。 1899年創業。成田産の門前町で米国を扱う米屋だったが、創業者、諸岡町蔵が成田山産系土産として、地元で取れる芝栗を練り込んだ、立洋館を日本で一番初めに創生し、販売したことが始まりである。成田産新生寺の精進料理の甘みであった栗、蒸し用館の原型と言われる、立港にヒントを得ている。栗蒸し用館は、 小麦粉やくずとあんを合わせて蒸し上げたもので、砂糖控えめの冷蔵、生物の扱いのため、日持ちがしない。一方、立陽寒は、あんと寒天を練りながら、火に通し、冷めていくうちに、寒天で固まったもので、甘みが多い分日持ちがする。米や総本店原材料、小豆、グラニュー糖、小麦粉、白玉粉、ヤチよくず、塩、栗さらに、栗蒸しム使用んは500円。 小米は1200円と価格の差もある。通年販売日持ち、30日製栗、無使用感もある。原材料、あずきあん、砂糖、栗、還元水飴、小麦粉、くず粉、乾米粉、食塩、口なし色素、酸化防止剤販売期間、9月原料がなくなり、次第終了消費期限、4日、原材料、栗、砂糖、あずき、小麦粉、小麦澱粉。 本ズコ、食塩酢やエリスグリの小豆と新鮮さそのまま生栗の風味豊かに心を込めて調整している。また、クリーム使用感は製造途中の気温や湿気によって変化が激しい菓子なので、職人も最新の注意を払い、火加減、水加減の調節をしている。松梅小豆嫁山地2017年6月6日、撮影通年販売賞味期限。 製造日より10日、原材料、立密付、け、生あん、白相当、本くず、着色料を、酸化防止剤1982年4月9日に特許に出願をし、1985年2月27日に特許を取得。陶器初代の文献にあったものを、昔ながらの製法に現代感覚を吟味して作り上げた。ほのかな竹の香りが立ち上り、 クズを加え蒸し上げたあんが独特の歯ごたえを残す。程よい甘さが口の中に広がり、ほっこりと崩れた栗が香ばしさとともに季節の風味を添える。通年販売日持ち、4日間発売時期は正確にはわからないが30年は経過していると思われる。栗蒸しようを畜火ごと蒸しているのでカットすると畜皮の筋が見える。通年販売消費期限。 製造日より10日2011年の秋頃から販売を始めた。原材料、栗、砂糖、小麦粉、澱粉、食塩賞味期限、製造から24日1909年から販売されている。サオモノで販売している商品と切り売りしている商品がある。販売期間はその年に取れた国産の新栗のみを使用するため、 栗の収穫時期により販売開始日は年度により異なる。2016年の販売期間は夏季の通り。9月から3月まで販売賞味期限3日、販売を開始したのは昭和35年頃である。上りというのは腰あんのことを表している。上部1、3を真っ白い磯松風の生地で継ぎ分け、キリッとした姿に仕上げる。時間をかけて蒸し上げるので、 口当たりが優しい。のぼりぐり洋う栗の蜜漬けは、ざるで受けて、身と蜜にいるれる。しあんに、小麦粉と浮粉を合わせて、手で混ぜる。蜜は少し温めて1、3両を加え、火にかけながら、手で混ぜ合わせる。蜜は温めておき、数回に分けてあんに入れ、最後は沸騰した蜜を加えて混ぜる。火にかけながら、あんを練り、栗の実を入れて全体に混ぜる。 木枠に濡れ布巾をおすみまできっちりと敷きの洋館酒を流し、布巾をかけて1時間ふかす。磯松風生地。砂糖と白あんと水を合わせた中に泡立てた卵白を加えて混ぜる。小麦粉を一気に入れ、フライパンをひっくり返す要領で、ボールを揺すって混ぜ合わせる。の濡れ布巾を剥がし、竹べらを入れて、生地を鳴らし、木枠の内側をきれいに拭く。周りから、 磯松風生地を流し入れ、さらに15分蒸して上り栗羊羹を作る。9月上旬から11月中旬まで販売、消費期限4日栗をゴロゴロとふんだんに加えた羊羹に栗との相性を考えて黒糖風味のカステラ生地を合わせて蒸し上げてある。9月上旬から11月上旬まで販売、大粒の栗がもったりした風合いの羊羹地にくるまれた竹皮包みの蒸し羊羹。 コシアンと小麦粉、粉し、生地にわらび粉を加えて蒸し上げる。栗は蒸し上がった洋寒地との味のバランスが良いように、一番蜜、二番蜜と含ませにした自家製甘露煮を使用。原材料、砂糖、立甘露煮、小豆、還元水飴、小麦粉、甘暑でんぷん、くず粉、食塩、寒天、ソルビット、ゲルカ剤 乳化剤、口なし色素甘さ控えめの無使用感の上面に、無漂白の平和レクリカンロニをびっしりと敷き詰めてある。2007年より製造販売を始めた。通年販売賞味期限、60日間原材料、コシアン、砂糖、リツカンロニ、小麦粉、還元水飴、ソルビトール、加工でんぷん、酸化防止剤、口なし養殖素材料作り方。 14cm11cm の流し缶1個分1缶を6等分とする。練りこしあん 250g、強力粉 25g、片栗粉 5g、塩 0.5g、栗の煮汁 50ml、栗の缶度に 60g 栗の甘荷の汁気を切り横、半分に切る。飾り用の腰の凝りは粗く刻む。蒸し器に水をたっぷり入れて火にかける。 ボールに、コシあん、強力粉、片栗粉、塩を入れて混ぜ、栗の煮汁か、水を少しずつ加える。とろりとなって滑らかになったら、刻んだ栗を加えて混ぜる。蒸し器に濡れ布巾を敷いて型を乗せ、前の手順でできたものを流し入れる。表面を平らにして栗を飾り、強火で30分から40分蒸かす。蒸し上がったら、型から外し6個から8個に切り分ける。ありがとうございます。